まず指数の見方ですが、指数は青色の丸印になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず本命20丸打ちました6番の馬からです。指数は2走前の1004で好指数をマーク。園田東海時代も黄色線を上回っており、能力は高いと思われます。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1300です。1300になると指数を落とす傾向があります。1300は少し短い可能性があります。展開面を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。番手につけると好指数になります。中段からになると少し指数を落とす傾向があります。先行できるかが鍵になります。ここで先行力分析シートを見ておきます。逃げ馬は2頭、先行タイプも4頭ということで、ミドルペースだと思われます。先行力で相当すると、この馬は先行力4番手。なので、好位につけれるかどうか、ちょっとリスクが高そうな気がします。対抗丸を打ったのは11番の馬です。2走前、3走前、に黄色線を上回っています。岩手では非常に高い指数を、出しており、能力は先ほどの6番以上だと思います。距離を見ていきます。岩手時代を見ると、1006よりも、1004とか1003で指数を上げています。なので、今回1300は適距離だと思われます。展開面を見ていきます。金相はずっと6番手中段からの競馬でした。岩手時代も刺して、後ろからの競馬で高い指数を出していました。中段からの刺しが能力発揮の展開だと思われます。先行力分析シートに戻ると、これは先行力2番手なので、自在に競馬ができそうです。黒三角打ちました4番の馬です。2走前と4走前に黄色線上の指数をマークしました。昨年夏から秋にかけて安定して黄色線を上回っていました。で、さらに中央では非常に高い指数を、出していましたので、能力的には、この馬が1番手だと思われます。で、この馬、指数の折れ線を見ていくと、山と谷が交互に来るタイプです。交互タイプであれば、今回は山、来る順番になると思われます。レース間隔を見てみますと、レース間隔横軸一目盛りが2週間。今回は、連投になります。以前の連投を見てみますと、ここの連投では、指数を落としました。もう少し昔に遡ると、ここ連投ですが、連投で指数を上げております。ということで、判断難しいですが、連投の影響は小さそうです。その他の馬も見ておきます。白三角打ったのは10番です。2走前に黄色線上を上回っております。門別の非常に高い指数もマークしていますので、この馬も、上位3頭と同じ連帯候補です。この馬、前に行った方が高い指数を出していますので、好位につけれるかどうかが鍵になります。×印をつけたのは7番の馬です。金相は黄色線を下回っているので、ここでは少し足らないような気がします。能力偏差値を見ていきます。A ランクの馬は、対抗丸を打ちました11番です。適性から言ってもこの馬を評価します。
B ランクは本命の6番、まあ、この2頭が中心です。その他 C ランクからは黒さんが言った4番、この馬も逆転も考えられます。